ちは。いつも YouTube ご覧いただきありがとうございます。今日もバーでは人気のハーブリキュールアブさんをご紹介します。私も初めの頃はアブさんはとても癖が強くて飲めなかったのですが、ある日突然好きになりました。ですから皆さんも、ちょっと最初は苦手だなと思ってもいろいろ何回かお試しになってみてください。今日ご紹介するアブさんはリバティーンオリジナル、リボンがついてますけど、これは、スタッフが私の誕生日にプレゼントしてくれました。はい、作られているのはフランスです。中に入っていますのはニガヨモギの枝です。フルールドアブさんオリジナル、度数が60度あります。こちらはハーブと種子が原材料ですが、まず 100% ナチュラルです。着色料も使っていません。トット、それから、フェンネルが多く入っているようですね。飲んでみますととってもフレッシュで、まろやか、綺麗で美しいアブさんと思いました。1894年のレシピを再現したそうです。もう今から100年以上前、150年近く経ちますね。アブサンリバティーン、フルールドアブサン、もしも出会ったらぜひ召し上がってみてください。飲み方といたしましては、お好きな方はストレートでもよろしいかと思いますが、水割り、ペリエ割りからシャンパン割り、おすすめです。